見いかがでございますか。今日は両国国技館からの放送でございます。国技館頂上戦セントファイナルと銘打っての一戦であります。いよいよ、今年最後の大決戦を迎えたわけでございます。放送席早速ご紹介してまいることにいたしましょう。まずレディースポーツの阿部雅之記者でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は大変な試合がね目白押しでございますけども ね、今年は対抗戦イヤーとしてね、いろいろとビッグマッチが組まれてきたんですけど ね、今日はあの女子プロ4団体がね、それをこう最後の一番ということでね、何が起こるか乞うご期待ってやつじゃないですか。1993年の決着をつける時ですね、ということでね、今日はあのゲストにライオネス飛鳥さんと、そして先輩のジャガー横田さん、ショットですか私たち。ショット私ほら昔クラッシュで頑張ったからよ。ちょっと待ってくださいよ。文句言っちゃダメだよこんなところで、よろしくお願いします。仲良くやってくださいよ、ね、三宅君、長さん今日は大いに盛り上げてくださいよ。今回やっぱり大きい大会ですから、2回に放送を分けましてですね、やはりね、で1回目は私がちょっとやらせて、もう当然ですよ、これでも盛り上がらなかったら、時間短いんで、いやいやそんなんじゃないんだよ。2回目は塩野さん、これ時間長い、長いの、時間長い、これ3回に分けるね。いや2回目の放送はですね、12月22日の深夜2時15分から90分にわたって、もう喉から血が出るほど喋ってくる。今日は僕が喋ります。よろしくお願いします、もうね全国のプロレスファンの皆さんがですね、今日のこの放送注目してると思いますね。私もあの後ろからですね一生懸命あの力こぼを入れながら声援しておりますんで、お聞きください。パレラパレラパレラ、薄くて軽くて薄いアーモンドチョコレートパレーラ新発売。スキンウェアにもっこりしない、セーラー服にちょっともっこりするけど、パーティードレスにもっこりしない、ちっちゃいから連れてって、コニキリコニコミニ、今ゴジラグッズが当たります。コニカ日阿部飲む賠償作り、私の一番のおすすめです。冷やしてどうぞ。賠償作りペットボトル新発売。宝クーの母親に選ばれたんだよ。いつまでもずっとそばにいてほしい。遠い海から来たクー。ゆうゆうゆうずき食べましょう。ゆうゆうゆうずきかまぼこだ。ゆうゆうずき元気大好き。ゆうずきのおでんだね。観光で行けよ。いらっしゃい。食べる前に食前食感に大正漢方胃腸薬。食べる前に飲む。第2試合ヤングエグゼクティブフォーアロース全日本タッグ選手権試合、30分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム NPW150 パンくれない やーさー、おっといきなりドロップキックの洗礼だ。まだくれない夜叉のコールしか済んでいませんが、なんとチャンピオンチームがいきなりドロップキックの洗礼。いやこれは驚きました。くれない夜叉もまさかと思ったでしょう。自らの名前がコールされた瞬間、いきなりダブルのドロップキック、そして伊藤薫の攻撃を下が受けておりますが、いやこれは驚くべき序盤の展開になりました。三宅さん、あの試合前にですね、このチャンピオンチーム、最初から自分たちのペースで今日は行きますと任せていただきますという話だったんですよ。その通りですね、完全にチャンピオンチームペースになりました。さあ長谷川先が飛ぶ、しかしこれはすかされた。さあようやく黒田優が何かこう、阿部さん、自分のもう何も考える間もなく、あっという間にやられてしまったという感じですね、今ね。くれない方がね、どちらかというと奇襲攻撃をかけなきゃいけない方ですけどね。そうですよね。さあ今ハンダミッキーが出ておりますが、ジャガーさん、チャンピオンチームがね、なかなか味なことやるじゃないですか。そうです ね、まだあの余裕のある攻撃はできないんですよね。チャンピオンも
自分に自信が持てばあんなに焦らなくても済むんですけどね。ねえ、まあでもああやってね、おっとまた入り乱れています、4人が入り乱れています。全日本タッグ選手権試合、まあアスカでもああいう自分たちに持ってくるというね、はい、うん、ペースにしようという意気といいますかね、そういう意気込みはいいんじゃないですかね。おっと半田と長谷川咲恵、火花が散る攻防であります。さあ青コーナーに長谷川咲恵が捕まりましたが、さあやや身長で言えば紅矢社にとってはどうでしょう、10センチぐらいは違うでしょうか。しかしこの辺りは被害でカバーしていくというそんな感じであります紅矢社。安倍さん、確か紅矢社はね、前回あの大阪城ホールで、このチャンピオンチームに負けてるんですね。そうですね、あの時は二人でしたかね。そうですね、パートナーが、さあ飛んだ伊藤薫、さあもう一回か、あ今度は飛ばした、さあホールに入ります。非常にいい動きを見せている赤コーナーのチャンピオンチーム、この長谷川咲恵、伊藤薫というのはこのタッグ選手権試合でタッグを組む他は安倍さんあんまり組まないんだそうですがね。そうですね、あまりそういえば見たことがないですよね、それ以外はね。まあ、そういうのをね、思わせないぐらいコンビネーションいいですよね。いいですね、ここまでの動きは本当にいいですね。さあややチャンピオンチーム旗色が悪くなってまいりましたが、さあジャガさん、チャレンジャーチームの動きちょっと聞いてみましょうか。やっぱり押され気味のような気がしますからね、もっとチャレンジャーらしく先手いかないと勝利にはつながらないですよね。あ、なるほどね。あーっと、あーっと、危ない危ない、強烈であります。ややまだチャレンジャーとしては消極的かなという、そうですね、というジャガさんの見解でありますが、この2人もあの即席チームらしいですね。普段はほとんどタッグを組んだことがないそうでありますが、半田美希、紅矢社、まあ、そういった部分もあるいは動きの悪さというところに出ているのかもしれませんが、まだしかし試合は始まったばかり。さあニュートラルコーナーに行ったがどうか、おっとこの辺りはうまく畳んでいったが、また切り返された。カウントは2つです。おっと腕を攻めに行きました、安田美希の右腕を攻めに行っています。さあそして後頭部、やっぱり安倍さん、あの前回戦った紅が言ってましたがね、あの全日本女子のこういうなんていうんですかね、怒涛のように攻めてくるね、うん、この勢いね、うん、これに負けてしまったというようなこともね言ってましたけれども、まあ、フィニッシュに行くに従ってね、スピードアップしなったらね、体力もどんどんね上がってきますしね、そういうスピードとパワーを持っている選手がまあいるってことですよね。そうですよね、まあ、特にこの2人はね、はい、息がいいですからね今ね、まあ、いわゆるこの長谷川咲恵がもちろんスピードもありますけれども、これだけの体がありますからね、パワーサポーというあの裏投げを見ましてもそんな感じですが、それに対して伊藤薫のあのスピードですよね、まあ、特に伊藤スタミナありますからね。そうですよね、直線になればなるほどね、有利になるんじゃないかと思いますけど、はい、そういう風に見ますと安倍さんどうですか、この段階で見ましてもやはりチャンピオンチームやや有利という感じでしょうか。そうですね、まあ、たださっきのね紅があのラフを見せたようにね、はい、ちょっとこうラストアップに弱いのかもしれないなというところがありますよ ね、さあさあヒップアタック、さあちょっとジャガーさんにじっくり見ててもらいましょうか。さあもう一発胸の上あたりまで飛んでいきました、伊藤薫、さあボディースラム、そして飛ぶかな、セカンドロープからさあ飛んでいった、そしてポールに入りますがどうでしょうか、カウントは2つ。さあジャガーさんどうでしょう、先ほどのヒップアタック、そうですね、あの結構ジャンプ力もありますから、それにお尻大きいから効くんじゃないでしょうかね、でもジャガーさんには痛かったんですよ、痛かった、いや私はそうなってるから、あお尻の形がね、あなるほどね、ロープに飛ばされたらそのまんまなんかちょっと出ちゃいたくなりそうなぐらい痛くいろんなことを言っておりますが、さあ嬉しぎ逆十字か、これはそうですね、嬉しぎ逆十字に入っています。
珍しいですね。今度は珍しいですね。サブミッションに行きました。リング中央、さあどうか。半田美希が捕まっています。左腕が完全に捕まった。これはちょっと、これ阿部さんどうでしょうね。そうですね、外れるのは難しいですね。これ決まってますけどね。決まってますね、はい、あった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 。さあここは右腕を痛めつけておいて、さあそして一気に決める力のある長谷川、先へ持っていったが、しかしこのドロップキックは外されました。潜在一遇のチャンスを、あるいはチャンピオンチームは逃したでしょうか。ラリアと痛めてるはずの右腕ですが、ソバットをかわした。さあどうする、もう一回ソバット、今度は決まった。そして飛んだが、これはダメ。ラリアとかわした。さあ一体どちらのペースになるのか。さあチャレンジャーチームだ、チャレンジャーチーム、 LLPW チームが飛ばしたが、ここで出てきたのは長谷川崎へ。全く何が起こるか分かりません。全日本タッグ選手権試合、さあどうか。あ、これはダメ。さあそして半田美希が出てまいります。タッチワークが速くなってまいりました LLPW。 さあどうか。さあしかしここはうまく畳んだ。カウントは、カウントは2つ、逆転、カウント2つ。なかなかスピードのある勝負を展開していますが、ジャーマンはダメ。バックドロップか、バックドロップ、これをかわした。逆転、逆転の応酬、ジャーマン決まった。ジャーマンどうか、カウント2つ、フォローの必要はありませんでした。さあボディスラム、セカンドロープ、そしてトップロープ、半田美希飛んだが肘、さあどうか、カウント2つ、今度は長谷川先へ出てきた。あのあたりのカバーに入るタイミングもね、なかなかタッグをやってないと難しいですけども、ね、さあどうか、これは逆転技、カウント入る、カウント2つ。さあそして長谷川先へは飛んだが、これはどうやら自爆しましたね。どうやら左の腕を痛めている長谷川先へ。さあもう一回か、ソバット、今度はチョークスラムには行かせませんでした。もう一回ソバット、さあもう一回か、もう一回ソバット、ソバット3連発、ソバット3連発、もう一回行った。ああ、5連発か、5連発、全て首筋に入っています。カウント、カウント 2.5、 紅矢社意地で肩を上げました。さあダブルアンドスープレックス、ああ、そしてロコモーションスープレックスに、なんとスコスタンプがこれは混入されています。ロコモーションスープレックス&ダブルフットスタンプ。阿部さん、こんな使い方がありますね。なかなかいいコンビネーションですよね。ここをやります。カウントが入る、カウント2つ、半田美希。いやー、なるほどね、いろいろチャンピオンチームを考えてきていますが、裏投げが出るか、裏投げ。さあそしてダブルフットスタンプ、渾身のコンビワーク。さあどうか、さあどうか、もう1回か、もう1回裏投げか、逆転、くれないやつ逆転、絶好結果の逆転技、どうだ、もう一回、今度は負けないか、バックを取るか、半田美希、半田美希はバックを取った、ジャーマンに入る、ジャーマンだ、今の権利は球団野社にあります。さあここで半田美希に変わった、ここで半田美希、さあトップロープに上がっているチャンピオンチームは、矢牛、長谷川崎江が振り向いたところに半田美希が飛びました。さあどうする、もう一回バックを取った、ジャーマンスープレックスホールド、これで決まるのか。これチャンピオンチーム、その近畿ですね、今ね、今度はチョークスラムとの合体技、これはダメだろう、これはダメだろう、間に合った、いや間に合わない、間に合わない、ゴングが鳴った、
神田美希、そして紅谷さん、いや間に合いませんでしたね。まあ、こう紅のね、やっぱベルトにかける執念がね、最後上回ったのかもしれないですよね。あの連携でね、行かないと言っていた意地ね、最後の渾身のあのチョークスラムに込められてましたね。LLPW に全日本タッグチャンピオンベルトが流出しました。おめでとうございます。ありがとうございます。あの大阪ではあれは UWA のタッグのベルトでしたっけ、はい、まあ、取れなかったんですけれども、今日はこの全日本タッグのベルトを見事に勝ち取りました。今の気持ちは？今までうちの選手が結構挑戦して取れなかったんで、3組目になるんですね、はいはい、ね、取れてよかったです。今度は誰のチャレンジを受けたいですか？誰でも受けて立ちま す, そうですか、はい、チャンピオンの実感というのはどうですか？気分いいけど、また長谷川伊藤が必ずこれに挑戦してくると思うから、自分がフォールして防衛します。はい、新チャンピオンおめでとうございます。アメリカンチップス、気がつくと指まで舐めていた。明治アメリカンチップス新発売。僕は映画好き。今スタジャンが当たる。 You're not bad, are you, Butch? Oh yeah, ケビン・コスナー。 You got no problem how to handle this? クリント・イーストウッド、初の二大スター共演が完全無欠のドラマを生んだ。パーフェクト・ワールド。あなたの羽根つきとはここが違う。違う。ソフィーサラだけの立体サイドギャザーがフィットして横漏れしない。多い日、羽もギャザーも真っ白なまま。それはソフィーサラサイドギャザーだけ。信長死なず。信長の野望、覇王伝、スーパーファミコンで新登場。パソコン版もよろしく。光栄。ピクピクピク、気持ち、肩こりに低周波サロンパルス。ピクッ、気持ち。ニュークレラップは綺麗に無駄なくくるっとラッピング。今日も美味しい一日でありました。ラップといえばニュークレラップ。エンジョイズムハーサスピュアハートスクランブルジャンルロビーパクマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー JRP 140パウンド福岡シャーリー、135パウンドプラムマリコ、135パウンドキューピースズリピー。青コーナー全日本女子プロレスラスカショラスオリエンタルス145パウンド下田。実に力感あふれる気合の入った山本リングアナウンサーの6人の選手の紹介でありました。さあブル中野が中央で前頭控えておりますが、 JWP の3人が見つめるのはおそらくこのブル中野ただ一人という感じではないでしょうか。控えたと下田美誠、さあその後ろから今 JWP がいきなり襲いかかっていきました。いきなり福岡光、そしてプラムマリコの合体サポーカー、さあロープに振る、あっとここはいきなり下田、この辺りのコンビネーションは非常にうまいものがあります。赤コーナー全日本女子サイド、さあそしてファイルドライバーを決めておいてホールに入ります。三田悦子であります。さあこちらの方も非常に速いタッチワーク、さあそしてこちらも2人攻撃になった。さあ阿部さん、目まぐるしい展開で序盤戦が展開されておりますけれども、
さあこの試合矢部さんどういうふうに見ますか。そうですね、全く難しい試合ですよね。見てると一人だけね、あのミスマッチの人がいますんでね。はあ、はあ、というのはあの頭の気を取った、ね、ちょっと感じがありすぎますよね。キューティー鈴木がなんと、もう下田下がれと、ブル出てこいと、いやーやりましたね。さあしかし力比べになったらこれは勝ち目がありませんから、さあ3人が力を合わせてこのブル中野を倒すか。3人での攻撃、あー目の前に何かひざまずいた感じになってしまった。ラリアート、ラリアート、ラリアート、三宅さん、はいはい、このブル中の試合前にキューティーとの対決、これを楽しみにしている。あらら、一方のキューティー、ブル中野さんと戦えることが今日は一番の楽しみ。なるほどね。他の2人を差し置いても自分がやりたいという試合前だったんですよ。そうですよね、はい、とにかくブル中野選手と戦うチャンスというのが、あるいは阿部さんこの後あるかどうか分かりませんからね。そうですね、まあ、いい経験になるでしょうね、やっぱりジャガーさんね、はい、強い人間と当たって実際にその胸を借りて戦うと、やっぱりその選手にとって違いっていうのは大きいんでしょうね。大きいですけどすごく勉強になりますよ、ね、体の大きい人を1回倒すだけで大変なことですから、あの受け身を取らせるっていうことが大変なことですから。ブーイング、まあ、しかし最近はこのブーイングは全くこの下田には三田悦子あたりは、まあ、意に介しておりませんで、逆にこのブーイングが来ると喜びに感じるぐらいでありますから、あるいはそのブーイングがいい方に向かうかもしれません。この下田美馬であります。今度は三田悦子だ。さあ三田悦子、それに対してこの福岡光はどうか。さあ飛んだ、この福岡光のこの逆転技、カウントは2つ。今度は体力で圧倒する三田悦子。さあ髪を取った、この辺りの攻撃に移り方も非常に激しいものがあります。三田悦子であります。さあダブルチョップ、もう1回いくか。このダブルチョップあたりも北斗晶が懸命に教えておりました。ただ打つ力だけではなくて、どうファンにアピールするか、そういったチョップの見せ方一つから北斗晶が教えておりましたが、さあそして生きた教科書ブル中野に対して3人がかかっていく。さあ1の矢、2の矢、そして3本目の矢。しかし何か今のはブル中野受けて立ってやったというそんな感じがしないでもありません。さあそしてまた今度3本目の矢は、今度はの会場段からでありました。カウントは2つ。なかなかこのサンフレッチェが懸命にこのブル中野に対して攻撃を仕掛けますが、アートラリアート、毛利元就が3本目は折れないって言ってましたけど折れましたね。ちょっと相手によってはね、相手によっては折れますね、この矢はね。さあしかしブル中野に代わって今度は三田悦子が出てまいりましたが、形勢逆転するか。プラウマリコ、あしかしこの三田悦子もそうそう一筋まで行く選手ではありませんが、さあどうか。おっと、これはサブミッションに入ってるんですか。そうですね、膝十字ですね。膝十字入ったんですね、はい、ビクトル内からサンボで言います。ビクトル内から膝十字に入っていきました。さあそしてキューティーか、いやいや、ここは私に任せるとばかりに飛んだルーサンドプレス、鮮やかに決まった。カウントどうか。カウント2つ。あーブーイングが起こります、ブーイングが起こります。さあそしてトップロープから今度はキューティー、あーとダブルフットスタンプ、ダメ、ラリアート、ブル中野のラリアートが待っていた。さあそして
ここで抱え上げて赤コーナーから最上段から下田美馬が飛ぶ。さあそしてホールに入る。どうか三田悦子カウント2つ、ラッカ長ラッツのコンビネーションプレー、カウント2つまで追い込んでいきました。さあようやく赤コーナー最後、なんといっても赤コーナーには最後はブル中野が控えています。さあバックを取った、あーこれはダメ、ラリアートもう1回か、どうか、ゼンジョイズム VS ピュアハート、スクランブルジャングルと銘打たれましたこの30分の一本勝負。さあどうか、だるま式に固めてのスープレックスでありますが、カウントは2つであります。さあそして福岡光も出てまいりました。さあどうか、3人攻撃か、3人攻撃、3人攻撃、ドロップキック、しかし赤コーナーサイド、さあブル中野が出てきたが、さあブル中野倒せるか、倒せるか、サンフレッチェだ、ギロチンか、3人まとめてギロチンか。さあ3人を今まとめ上げたラスカ長ラス、そしてダブルのギロチンだね。いくらなんでも時間がかかりすぎたが、さあ今度は JWP サンフレッチェのチャンスだ。さあ1の矢、続いてクラムマリコが第2の矢、そして福岡光が第3の矢。さあどうか、今度は3本の矢、サンフレッチェはどうか、カウント2つ、3本の矢ではまだブル中野は倒せません。さあどうする、もう1回ダブルの攻撃、キューティーも待っている、キューティーがキックを見舞った、ゆっくりと出てきた下田美和、そして三田悦子、あーと、なんとブル中野1人で返した。これが凄さ、これがブル中野の凄さ、パワーボム、もう一発で決まりか、ダメか、いやーしかし満を持してのブル中野という感じでありますが、ここでまた音体はゆっくりと赤コーナーに戻ります。さあバックリカ、おっとっとっと、逆転技、カウント2つ、しかし三田悦子にもデスバレーボムという決め技がありますが、さあどうか、飛んだ、あとこれはしかしよく見ていた、福岡光の自爆、ムーンサルトプレスは自爆、あと出るか、あーよく分かっているキューティー鈴木、あーブーイングが起こっています。これは今度は全日本女子のファンのブーイング、今のは阿部さんデスバレーボムですね。さあそしてセカンドロープから流れ式になった。さあそしてブル中野が、ブル中野が最上段に上がっている、ブル中野が行く、飛んだ、ギロチン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 、さあそして今度は下田美馬が飛ぶ。さあこれで決まる、これで決まる、あーカウント2つ間に合いました。クライマリコ福岡光風前の灯火、さあタイガースープレックス、タイガースープレックス決まった、最後はタイガースープレックス、下田美馬本体ブルダカの手を当たりませんでした。最後は下田美馬が福岡光をマットに沈めた。ゼンジョイズム VS ピュアハート、全日本女子の勝利です。最後は下田が阿部さん決めましたね。そうですね、まあ、その前にブルのすごいギルチがありましたからね、なんかあれでもう、サンフレッチも度胸を抜かれた感じでしたよね。いやブル中野意気揚々と引き上げてまいりますが、しかしながらこのブル中野に向かっていった JWP サンフレッチェ、キューティー鈴木、ブラウンマリコ、福岡光、これは大きな勉強になったんではないか、そんな気がいたします。ピュアハートをゼンジョイズムが上回りました。全日本女子の勝利です。どうぞおめでとうございます。さあ途中集中攻撃を受けるシーンも見られましたけれども、はい、今日はもう初めから受けようっていう気持ちでいたんで、スタートでキューティーにあまりにもラリアとかね、入ったのちょっとかわいそうになったんで途中受けようと思ったんですけど、うん、でもさすがにあのギロチンは見せてくれましたね。そうですね、あっちで良かったのはフットスタンプぐらいで、
余裕のコメントが出ておりますけども、さあ今日相手どうでしたか。前 LL とやってハンダと風間にやった時にすごいちっちゃかったんで、そういうところが結構自分にとってマイナスになっちゃったんで、今回はちょっと考えていったんですけど、うん、体格差はどうでしたか。ちっちゃいですね。やっぱり小さい、難しかったところはそのあたりでしたか。はい、はい、そして最後見事に決めましたけどもね、本当にお中野さんと見たの足引っ張っちゃって、本当になんか最後すいませんでした、うん、でも最後自分で決めてちょっとそのあたりは取り返したんじゃないですか。もう見たの大きいものと中野さんのもすごいギロチンがあったんで、もう本当に自分にチャンスが巡ってきたって感じで、本当にすごい良かったと思うんですけど、はい、なんか足引っ張っちゃってすいませんでした。おめでとうございました。はい、見事に勝利を収めました全日本女子チームです。ストロベリーチョコ、顔を洗うだけで発電するクォーツ AGS、 また世界を驚かすセイコー AGS。 コンタックは2つの成分で熱に効く、2つの成分で咳に効く、ダブルツインブロック、コンタック総合感冒薬、効きます。コンタック、きっと君は来ない。手を出しました。トマスケーキいかがですか。クリスマスなんて大嫌い。本当の恋をつかむまで、エステティックは TBC。 鍋しゃぶ好き好き、みっちゃんかんちゃん。ごましゃぶにはごま、ポンしゃぶは何入っていますか。ポンじゃないの。ポン。しゃぶしゃぶするならミツカン。ボンしゃぶごましゃぶ。今日ヘアスプレーをトゥデイに変えた。思い通りにピタッと決まる。でも髪サラッとしてる。スーパーハード無香料、風湿気に強い資生堂ヘアスプレートゥデイ新発売。小さく美しくなった新しいポラロイド、ジョイカム。言葉よりいいよね。ポケッタブルジョイカム新登場。寒い寒いで年寄りみたいに熱いお茶でも飲んでシャキッとせんかいな。シャキッと、あれどないした。いや、寒すな、ほんまに。いいお茶には丸がある。サントリーの緑茶新発売。1986年4月6日、この両国国技館のリング上で全日本女子プロレス10人の新人が紹介されました。その中に工藤めぐみ、そして宍戸絵里香、現在のアジャコングの初々しい姿がありました。さあ、あれから7年8ヶ月という長い月日が流れ、この長い時間は2人を別の団体に伝えています。この工藤めぐみは SMW に戦いの場を求めました。大西敦史に SMW 魂を叩き込まれながら、徐々にスターへの道を歩き始めました。そして今押しも押される SMW の看板レスラー、黒猫と工藤めぐみ、今リング上です。7年8ヶ月前、このリング上で新人選手として紹介された宍戸絵里香は、その後アジャ宍戸、そしてアジャコングと名前を変えました。入門当時は65キロしかなかった体重は現在100キロを超えています。力を、スピードを、そしてテクニックを身につけました。そして全日本女子の頂点に君臨し、そして今日その象徴である赤いベルトを巻いてリングに登場いたします。これがアジャコング、これが宍戸絵里香。
腰にはしっかりと 3WA 女子シングルのチャンピオンベルト、多くの先輩の汗と涙とそして血が染み込んだ赤いチャンピオンベルト、今リング上で両雄が相まみえます。今2人が長い時を超えてこの思い出の両国で再会を果たしました。先ほど申しました婦人テレビの社員両選手並びゼッキン花束の贈呈。7年8ヶ月の時が今ゆっくりと溶けていこうとしております。そして2人には願ってもない舞台が提供されました。7年前、同じように夢見ていた栄光の赤いベルトをかけて戦うことになります。その赤いベルトが今レフリーボブ矢沢の手に渡されます。アジャコングは既にベルトは見ていません。その視線の先はこの工藤めぐみ。ただいまより女中心から東部再開 3WA 全新軍選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー FMW 挑戦者140パンド工藤めぐみ。230パンドアジャンコング。いよいよこの時がやってまいりました。1986年4月6日には果たしてこんな対決があることを予想した人がいるでしょうか。ゴングが鳴りました。アジャコング、そして工藤めぐみ、一瞬1万1500人超満員に包まれましたこの両国国技館。矢部さん、静かになりましたね。やっぱりね、タイトル戦の独特のムードですよね、これがね。そしてこの2人の戦いっていうのをファンの人もよく知ってますよね、どういう戦いかということをね。そうですね、おっと、非常にスピーディーです。何かリングから目が離せない展開になってまいりましたが、三宅さん、はい、アジャにこの同期対決について、今の気持ちを聞かせてほしいというような申し出を今日したんですけれども、はい、もうごちゃごちゃ言うよりは試合を見てくれ、試合で全てその答えを見せます。なるほど、それだけでしたね。工藤めぐみの方はどうですか。このベルトをかけて戦うというよりも、それよりもアジャと今日ここで戦える、そのカードがここで組まれたということが自分にとっては一番大きいんだ。なるほど。でベルトはその結果としてどちらかに渡るだろうという話をしてました、ね、何かその気持ちが出てますよ。これ何度も何度もチョップを食いますが目の光が全く衰えません。さあ対角線に回した、どうか、ラリアート、崩れ落ちました。工藤めぐみ、さあそして、ああこれはライオネスアスカバリですね。対空時間の長いブレンバスター、ジャンピング DDT。
あもう一回バックを取った今度はボクシャーマン、ボクシャーマン、こうなると体重が逆に狂気になるアジャコング、アジャコングを持ち上げました。工藤めぐみでありますが、さあどうか、ニュートラルコーナー、これはベースロックですけど、これオリジナル技なんですけれども、名前の方がちょっとまだ、これがオリジナル技、すごいフェイスロックですね。これはなんていうんでしょうか、腕を逆に巻きつけて、そして顔を完全に固めている、これは阿部さんギブアップ技ですよね。そうですね、ギブアップ技ですね。さあどうか、じゃあ工藤のオリジナルホールドかどうか、わあジャコング危ない。いやでも飛鳥、こんなに工藤が攻め込むとは、私は正直言って想像してませんでしたけど、いや、やっぱり作戦通りというか理にかなった攻めをしますね。完璧ですね、はい、さあセカンドロープからトップロープ、工藤めぐみ飛ぶか、飛んだ、あーとボブ矢沢も一緒に投げ倒した。アジャコングと一緒にレフリーも一緒に投げ倒してしまった。ボブ矢沢が頭を抱えて倒れ込んでいます。さあアジャが行く、アジャが行く、セカンドロープ、まだボブ矢沢立ち上がれない、相当の衝撃でした。セカンドロープか、セカンドロープ、アジャコングが待っている。さあどうだ、うわー、そうそう、そうですね、まあ、工藤が自ら放った技がね、ボブ矢沢に絡まってしまったということはありますが、カウントは2つ、押村区はあの空白の5秒、さあどうか、しかしもう寸前だが、うわっと、ショーツダルな感じになりました。さあバックを取るか、裏投げ、一戦もう一回か、バックドロップ、どうか、強烈だ、強烈だ、これはカウントは2つ、アジャの本当に悔しそうな表情、工藤の本当に辛い表情が映った。バックにもあるか、裏切りか、どうですか阿部さん、今の裏剣、ちょっとね、まだかな、当たりが熱かったですね、もう一回、今度はどうだ、今カウンターでしたね、今のは当たりましたね、しかし立ち上がる、やや、やや朦朧としているぞ、工藤めぐみ、完璧だ、パーフェクトな裏剣です。裏剣がした、20分が経過しました。7年8ヶ月を取り戻すこの試合がすでに20分経過、2人の思い出作りは20分を経過している。裏剣何発だったの、5発目、まだやる、まだやるか、ポールにはいかないか、あと完全にもうこれ苦労がダウンしてるんですね、ダウンしてます。ボビアさん止めました、カウントが入ります、カウントが入ります、10カウントで立ち上がらなければアジャコングの勝利、アジャコングがバカ野郎と立ち上がれと、こんなんで勝負が決されてたまるかと、うちらさんが止めるんだ、工藤起きろ、そんなことお前、お前俺のか、起きろ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 、カウントアジャコングの首が聞こえたか、工藤めぐみの耳に届いたか、7年8ヶ月前のこの両国国技館での感動を忘れたか、
お前を決めるのはこれだ、そう叫んだアジャコング。流れ式の水下温度士を、なんと逆転だ。流れ式の水下温度士を返した。いや、工藤がもう阿部さん終わりだと思った。今はそうですね、まあ、よく奥まで粘ってますよね。宮田さん、はい、先ほどですね、試合前あの同期のバイソン君の選手も控え室見られたんですよ、この会場のどこかでこの2人の戦いを見守っていると思います。カウントは5、まだ終われない、まだ終われません。2人の7年8ヶ月はこんなものじゃない。ダブルアームの強くて気持ち上がった。フランケンフォールだ、フォールだ、カウンターでフォールだ。ダブルアームです。今7年8ヶ月間カウント3に凝縮されました。 3WA 世界シングル選手権、今決着。そして2人の戦いにも今決着のゴングです。さあ、ジャガーさん、はい、どうですか。そうですね、このところになかった、ね、落ち着いた試合でしたけれど、安心して見れたような気がします。そうですか、ただこの試合、別れてからの5年間は長かったけど、ここからまたスタートしよう。ジャガーさん、こんなに大きくなりましたよ、見てください。やりました。ジャガーさん、答えてあげてくださいよ。本当に嬉しいですよね、感無量ですね。本当に素晴らしい選手になったと思います。日本代表コンテスト石田君により、グラミー4日間2名様ご招待のご協力が行われます。アジャコングはこれから控室の方に向かうと思いますが、そちらの方には長坂哲夫アナウンサーがスタンバイしてくれております。それではここで長坂アナウンサーにマイクを渡したいと思います。はい、こちらにはチャンピオンのアジャコング選手が戻ってきてくれました。とりあえずおめでとうございます。ありがとうございます。2つの離れていた道がやっと一つになりましたね。そうですね、試合前にごちゃごちゃ言わずに全て試合で答えを出しますというお話でしたけれども、もう本当にその答えは十分に分かりました。ベルトがかかってたんですね、この試合。そうですね、でもあんまり今日は関係なかったですね、ベルトは。こういうことを言うとベルトを狙ってる人には悪いですけど、まあ、それを超えたものがあったんで、でも、やっぱり今日は負けですね。途中だいぶ追い込まれましたし、やっぱりこれからもう一遍一からやります。もう一遍工藤をきっちり倒すまでは。それが先ほどのこれからがスタートという言葉ととってよろしいですか。そうですね、これからまた新たなスタートが始まります。アジャコング選手チャンピオンです。あの2人が入った年は私もアナウンサーとしての1年目の時で、何かこっちの方もうるうる、来てしまうような試合がフィナーレということになりました。感動、そんななんか生優しい言葉で表せないようなそんな気がする今日の試合でございましたが、第2弾もぜひお楽しみいただきたいと思います。それではこの辺で両国国技館からお別れいたします。ビールのうまい冬が来た。